新居町駅は、静岡県湖西市新井町新居にある、東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、CA38。駅名と地名の読みが異なり、地名の読みは、新井町である。運行形態の詳細は、東海道線を参照。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ、地上駅。 三式ホームが一番線、島式ホームが2.3番線となっている。二つのホームは、古線橋で連絡している。駅本屋は南側にあるが、北側には、浜名湖協定場開催時のみ使用される、出開札口がある。簡易型児童改札機、JR 全線切符売り場が設置されている。駅長は配置されない、駅員配置駅であり、和志津駅が当駅を管理する。 早朝、深夜は無人となる。エレベーター3機、多機能トイレ1箇所を設置するバリアフリー設備の整備が進められ、2009年3月12月に一部機能の利用を開始した後、2010年1月19日に全面使用開始された。平成27年3月改正のダイヤでは、7時台の下り列車日本以外に一番線に入線する。 定期列車は設定されていないが、浜名湖協定開催時などに一番線から折り返しの上り列車が発車することがある。また、下り列車では、非常時、または臨時便の列車の発着や、貨物列車、工事車両、回送列車の対比、留置にも使われることがある。静岡県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。 普段の利用者はそれほど多くない。ボートレース浜名湖開催日は賑わう。かつては駅の脇に JR 東海バスの新居町営業所があり、白須賀を経由して、鷲津駅、白須賀、二川駅を経由して、豊橋駅までの路線が存在した。ありがとうございます。